こんにちは。雑穀とこめこでグルテンフリーのパン作り、ホトハのパン教室、ホトハの香りです。今日はこめこのアメリカンクッキーを作っていきます。アメリカンクッキー、型抜きをしないクッキーですね。本当はホワイトデーのプレゼントにもできるように、綺麗な形に型抜きするとか、筒状に固めて、で、切って、それを焼いていくっていう綺麗なクッキーを作ろうかなとしてたんですけど、私にはどうも無理でした。なので、スプーンですくって、生地をスプーンですくって、落として、落とした、もうそのまんまのものを焼いていくだけのクッキーになります。ですので、今日の動画を最後までご覧いただくと、そのアメリカンクッキーの作り方がわかります。分量は、公式 LINE のお友達限定になりますので、ぜひ友達になって受け取ってください。型抜きをしない、形はちょっと悪いかもしれませんが、とっても美味しいクッキーになります。で、簡単に作れますので、小さいお子さんとか、あとは初めてお菓子作りをされる方にも作っていただけるクッキーになっていますので、ぜひ一緒に作っていきましょう。こちらのチャンネルでは、これからも皆さんのパン作りや手作りに関することでお役に立てるような動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして新しい動画が公開されたら通知が届くようにベルマークもオンにしておいてくださいね。それでは、こめこのアメリカンクッキー作っていきましょう。雑穀とこめこでグルテンフリーのパンを作るホトハのパン教室には公式 LINE があります。毎週月曜日の10時にパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時に教室情報を配信しています。月替わりで米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。それでは材料を測っていきましょう。まず準備しておいてほしいのはバターです。こちら無塩バターなんですが、溶かさないでいいので、ポマード状です。柔らかくしてください。なので、出したばっかり、冷蔵庫から出して測ったばっかりの方は、電子レンジでちょっと緩くしましょう。これがね、今、私は出したばっかりのやつを、電子レンジ200ワットの1分30秒かけたところなので、これでといいかどうか。追加でまた、30秒かけました。10秒ずつ止めながら止めながらかけました。なので、これで合計200ワットの2分かけたことになります。こんな感じで溶かさないけど、もうゆるゆるクリーム状にしておきます。で、こんな感じでホイッパーの中に全部入ってきますけど、もうこれで大丈夫です。ここに砂糖を入れていきます。きび砂糖入れていきますが、何でも大丈夫です。グラニュー糖でも何でも。普段お料理に使っているものとか、このクッキーに使いたいお砂糖を入れてください。お砂糖が入ったら、混ぜていきます。バターとお砂糖混ぜました。ちょっとね、白っぽくなるぐらいまで、よくよく混ぜてください。この状態になったら次、卵です。卵は、ちょっと別の容器に割りほぐしておいてください。で、一回で入れてもいいんですけど、ちょっと時間がかかるんですよね。で、べちゃべちゃなって心配になるので、2回か3回かに分けて入れましょう。で、入れたら、その都度、よく混ぜて、なじませてしまいます。全部、きれいに混ざったら、2回目です。これもまた、混ぜていきます。1回に入れてしまった方は、こんな感じで、なんかね、分離したみたいになって、失敗したって思いがちなんですが、混ぜていけば、普通に戻っていきますので、心配せずに混ぜ続けてください。1回で入れても、出来上がりは一緒ですので、卵を入れたので、
社バニラオイルをいつも入れるようにしています。か、卵の臭み消しと香り付けに、なので何滴かちょっとバニラオイルを入れてください。エッセンスでも構いません。バニラエッセンスでも。でバターに砂糖を混ぜて、卵を混ぜて、バニラオイルまで入れました。次ここから粉類に変わっていくので、ホイッパーここで終わりです。ホイッパーの代わりにゴムベラですね。で粉類を量り入れていきます。まず米粉です。そして塩、あとはベーキングパウダー。このベーキングパウダーは入れても入れなくてもどちらでも構いません。今日はもう入れなくていいものは入れないでいいかなと思うので、じゃ入れずにいきますね。粉類入れました。あとチョコチップもここで入れてしまいましょう。チョコチップもお好みですので、入れたくなければ普通のプレーンなタイプで良ければこのまま混ぜていってください。私は入れたいので入れます。粉類も入りました。チョコチップも入れました。そしたらゴムベラで混ぜていきましょう。普通こういうクッキー類、さっくり切るようにってなってますよね。切るように混ぜましょうって言いますが、もうそんな切るようにを気にしなくても米粉なのでそれが可能です。グルテンが入っていませんので、混ぜてしっかり混ぜて粘りが出てくるとかいうことがありませんので、好きなように混ぜてもらって大丈夫です。切り混ぜ、切るように混ぜていくので、どっちかです。このままの状態でこのゴムベラで切るように混ぜていくのか、ゴムベラで切るのは同じ場所を切っています。このボールを回して切って混ぜているという感じです。なので本当でもどちらでもどんな混ぜ方でも構いません。そしてふるってませんよね。ビニール袋でポンポンもしませんでした。それで大丈夫です。米粉ですので、米粉はそういう点ではすごく使いやすい。卵ですね。卵を入れたんですが、卵の大きさによってこの生地の硬さっていうかな、水分量が変わってきますから、もしかしたら生地が緩くなっている、卵が大きかったりしたらちょっとなんか緩い感じがするっていう場合は、米粉を 10g ずつ足していってください。粉っぽさがなくなったら生地の完成です。これぐらいな、タラタラと落ちることはありません。こんな感じの硬さです。これを今からスプーンですくってオーブンの天板に乗せていきたいので、オーブンの準備をしていきましょう。オーブンの天板にクッキングシートを敷いておきますね。ここに生地を並べていきます。そしてオーブンの予熱をしていってください。オーブンの予熱はいつも焼き温度のプラス20度オーブンの予熱を開始します。そしたらスプーンですくっていきます。もう好きな量で構いませんので、すくったら2本でいってください。2本ですくって落として、すくって落としてを繰り返していきます。で、こんな感じで落としていきました。もうただ落としただけなのでぐちゃぐちゃですが、もう皆さんなりに並べていってください。そしてオーブンの予熱が完了したら焼いていきましょう。どうなるかお楽しみ。はい、じゃあそれでは焼きましょう。焼けました。こんな感じです。で、すぐこれ焼き網に移したくなるんですけど、今ねまだちょっとやわやわな状態なので、少しだけ5分ぐらいそのままこのまま置いてちょっと落ち着かせます。そしたら生地が
ギュッと締まって硬くなって移せるようになりますので少しだけ待ちます。クッキーを落ち着かせている間に説明をしておきますね。今回のクッキーなんですが、まずね、焼き時間、それからベーキングパウダー、この2つで食感を変えることができます。それはもう好みになりますので、私は固めの食感のクッキーが好きなので、今日はベーキングパウダーを入れないで焼き時間を一番長い設定にしました。焼き時間はその LINE のプレゼントの方に書いてますので、それで確認をしてくださいね。何分から何分までっていうふうに設定をしています。その長い方の時間で今回は焼きました。柔らかい、例えて言うとカントリーマームのような柔らかめのクッキーですね、そういう方が好きっていう方はベーキングパウダーを入れてください。何グラム入れるかは書いています。そして焼き時間も短い方に合わせて、そうすることで食感が柔らかいままになります。ですのでベーキングパウダーと焼き時間でクッキーの食感を変えることができます。5分経ったので焼き網に移してきました。米粉のアメリカンクッキー完成です。いかがでしょう。ベーキングパウダーを入れる入れない、焼き時間の長さで食感を変えることができますので、いろいろ試して作ってみてください。いかがでしたか。新しい動画が公開されたら通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。乙葉の香織でした。